DMM.com グループの創業者でアダルトビデオ界の大物と称されています。本人曰く当たったのがたまたま AV だっただけで、アダルト業界にこだわりや思い入れは全くないそうです。亀山さんもレンタルビデオ店の開業から歴史がスタートしました。順調に店舗を拡大していた亀山さんですが、映画バックトゥーザフューチャーパート2を見てレンタルビデオ店の消滅を予見し、店舗にとらわれないコンテンツ事業に照準を定め、ビデオレンタル店の利益の範囲内で1本数百万円で制作できるアダルトビデオの半券ビジネスへ進出。部下1人を東京にアダルトビデオの半券を買い付けに行かせ、それをビデオレンタル店に卸しました。有名なアダルトビデオメーカーのコンテンツ配信プラットフォームとして知られている DMM ですが、実はあの有名なムーディーズ、S1、無敵などのこれらの名前の知られている有名なアダルトビデオメーカーは今やほとんど DMM の傘下だそうです。圧倒的な黒幕感。亀山さんは日本のエロ業界を全て牛耳っていると言っても過言ではないでしょう。